戦国のラスボスということで、アシカです。これは戦国戦の上の方は開始時の絵で、私もこの絵を見て、この戦国戦をやろうと決めたね。アシカが出てくる、アシカ義が出てくるっつうんで、アシカが信長と並んで、だいたい信長一人だけドーン出てくるのが多いのに、明も出てくるとこれはやら,なきゃやらなきゃならないと。アシカ研究者としてやらなきゃならないということで、プレイ始めたんですけども、どうもあの、デザイナーがファイナルファンタジーのデザイナーや だからまあ,あの戦国武将、ファイナルファンタジー・リュー・フード・コーナルみたいな感じでやってるみたいです。これ、えー、でもちろん、こちらが足利義明です。足利氏、足利氏の前半系図にしてみると、こういう感じなんですね。 昔は足利義康と新田義重がこう並び立っていてでこの足利家と新田家はまあ足利家は没落していくけども足利とは独立した別の源氏の一門であるというふうにまあ見られてきたんですけどもそれは太平記士官であるというふうに言われていて吉国の尊この足利義康それに連なるこの新田義重というのはにあの足利の一門ではないかという。 研究は近年では盛んになっているということになります。で、この吉安の吉清から細川二期というあたりが割や早くに分かれてきて、吉金からこういうあたりが、ま、流れていって、安寺の基本的に結構多いのは、この、えー、あれですね、北条氏とつながりのある人間が着難を継いで、その所長氏が後を継げないと。所長氏が後を継げないというような。 形が続いていてるでですねでそういうえ所長詩から生まれた家々が、まあ、それぞれえこう発展していくという感じで、ここでもそうですね、所長詩とそれから、これ三男なんですが、え長男、次男は、徳蔵家の出身ではないんで、次は実はこの渋川義明と柴家氏は、北条一門の出身なんです、母親は。え徳蔵家ではないということでされていくと、えー、くございうことです。で まあこの辺、ちょっとあの外籍関係で若この辺りから若干変化が見られますが、これはまた後の方で見ていきます。足利氏の始まりなんですけども、源義国、1091年から1155年というふうに言われてますけども、まあ、よくわからないと。源義家の四なんです。長男の吉宗はあのまあ早死にしました。時系の義は 吉賀の乱を辻まで起こして最後は平野正盛に討伐されてしまうという結果に終わります三家の吉田が家督を継承します吉田とそれから吉国というのは割合まだ吉が存命中には最終的にこの吉田が家督を継承するんですけども吉国も有力な家督継承候補者ではあったんですが1106年の日立合戦で敗北するは この源義光との戦いで敗北するわ、その結果直感を被って日立の国を退去するわで、こういったことを通じて、この義国さんは、義家の後継者としての地位を失っていくというふうに言われていますが、まあ三家の義忠がおる以上は、あ,あ,のあれなんですね、ただ義忠も殺されちゃって、その義忠の子孫もいなくなっちゃうんで、結局最後、義家の後を継いだのは義鹿の息子のためをしてあるという、そういうなんとも。 まままらなないい、えー、結果になってしまいます吉国さんが継ぐかも継いだかもしれないんですが吉国さんは直感をこむるなどの乱暴が多くこれも典型的なお前が言うな案件なんですけども頼義、えー、よよなんかももすねお前が言うなとあの吉家から摂関家領であった神津家の国の、えー、八幡の将を、えー、相続してますでさらにまあ彼はいろ関東の方に力を合っていて1142年 あの下野国足利に作っていた所領を安楽寺医に寄進して八条飲領足利賞を立証してます。でそこのまあ預かりどころになっていると。で大覚寺島にこの八条飲領に関しては後に大覚寺島に 領されていくとなりますだから足利尊氏が挙兵したのはこの八条院寮つまり大学時代が本家としたからだと話もありますがえそれはどうなのかなともうちょっと時代をこう見てたからこれあ,のあっちの方がいいと思ったからじゃないかなと思うんですけども意外にあの尊氏が 古代語好きだったのは事実であって、大学寺党との深い関係だっつっても、大学時を言っても、これ、すべてが反幕府党だったわけじゃなくて、大学寺党でも、国吉親王系列なんかは、ちゃんと鎌倉幕府との関係もいいし、鎌倉幕府の中にも、なんとなく鎌倉幕府ってったら、自明と一本やりというイメージが強いんですが、鎌倉幕府の中にも大学寺党派はちゃんといますしね。 まあそれ考えたら、この大覚寺統一のイコール南朝というのはやっぱりおかしいと、まあ、これはあの大覚寺が室町時代においてもあのご南朝寄りのというような話ありますけれども、大覚寺統自体、室町時代も小倉の宮家を除くと大体もう諦めてるんだし、特に御所井宮なんか結構、室町幕府は相手にされてるんだしとか、まあ、いろいろこの大覚寺という言葉にあの惹かれすぎない気はしますね。うん 1143年には、あの下野の国の柳田号を衛星神宮に寄進して柳田三リ屋が立憲されています。だから下野の国の南部にこの勢力を張っているということがわかります。で、1149年には、ただ、あの吉国の老党が京都で乱闘を起こしているということで、まあ、吉国さんに関しては困ったもんだというようなイメージになっています。 で、1150年には、徳大実義屋式を行き払っていて、えー、直感をこう持っているといころで、まあ、この頃、この1149年とか1150年頃、まあ、この頃は、おそらく京都にいたんだろうというふうに思います。というか、まあ、そらく当然ながら、あの、当時の関東の武士は割れは多かったんですけど、京都と、それからあの関東を往復すると。まあ、大ー,ー役というほどでもなくて、要するにこういう安楽順位に寄進する。これ、結局、鳥羽の関係者になるとことですね。だからまあ、 当然京都と所領をこう行ったり来たりするっつうのは当時の武士は割りや普通やってるということでまあその中で乱闘を越すは徳大宗義当時右翻の大将であった徳大宗義の指揮を焼き払うわということで問題児だったことは事実なんです。1155年には光津家の新田の章で、えー、指揮をしています。 割合あい、神の国、新田の祥と足利の将その辺割合は一体化されたのと、それから、この吉国は、まあ、足利の将を吉安に譲った後は、長男の吉重とともに、この新田野祥の解放通を行ったようで、彼自身、新田の将で最後は、新田吉重のもとにいたらしいと。別名を足利式部の大部というふうに言っており、まあ、吉国は足利の始まりと言っても過言ではないと。で、吉国の息子が吉安で、 1142年に安楽寿院寮、足利の将の下司式になっており、一般では彼以降、足利義康というふうに呼ぶようになります。ただ、厳密にこれ、足利義康当時、自ら乗ったかったら、これはまだ疑問であって、だからか、方言の乱の説明をしている論文とかでは、源義康というふうに書かれたことがあります。で、彼は安楽寿院寮の下司式ということもあって、上洛して、さらに都会の北面に。 に、まあ、なってるクロード、あるいはキビイツ陸奥守と、非常に重、えーまあ、用されてるわけですね。で、だから陸奥判官というふうに言われたと。陸奥守ミいうても当然京都持ったわけですから、これは容人告示になりますよね。十法を死去時には公事を託された5人の1人であって、その代表が源の義朝、あるいは源光安、そういった人らと並んで、源の義康、足利義康も、 5人の武士の、この武士、いろんな意味で公事を託すわけですけれども、5人の武士にも公事を託している。要するに、北面の、院の北面の5人に公事を託していると。で、この5人の中に、実は平野清盛は入っていないと。賭博法が亡くなって数日後に、ようやく清盛の次男の元盛が、厳しいに入っていた元盛が、この藤原頼長逮捕に向かわされたこと,ところで、あ,あこの時に初めて、 伊勢平氏は仲間,あの仲間入っていくるんだなというのが分かります。ね、賭法を支給時には公序託された鬼の一人として、非常に高く、えー、まあ信頼されていたらしいと。義朝との関係は実は結構深くて、熱田大宮寺の養生、この熱田大宮寺の養生じゃなではなく実存ですね。これは後でまた経ースを述べますけども、厚田大宮寺の養生を正室にしているということで、まあ、義朝の義兄弟といいますかね、この熱田大宮寺の娘が、義朝の正室で頼朝を産んでます。 この吉安の妻はまあその姪にあたる養女の関係で頼朝の母親吉朝の正室の妹にあたる人物を正室にしておりますあのいろんな関係で義朝と吉安とは結ばれていてで方言の乱では百鬼を率いて活躍していると清盛が300義朝が200吉保が100東三条殿の,あの北の方を警護しさらに あの北白川殿には一番北寄りからこう攻めかかっているということで、方言の乱で大活躍して、まあ、これからの活躍も大いに期待されるべき人物なんですけども、1157年に亡くなっていて、まあ、平時の乱には関わっていないということになります。吉安の子孫を見ていきますと、この吉安の段階で結構若くは、ね、早く離れている人々がいます。まず、源義清。これは細川家の子孫、佐々にあたります。 生誕年は不傷で1183年ですね。下野の国の柳田リアを管理しています。新田義重の養子として、大関八,八幡所の中の柳田郷を獲得。だから柳田義清というふうに言われたりします。で、彼も京都に上って上塞門院、この上塞門院というのは、後白河の同母の案ですね。頼朝も,もこの上塞門院に仕えてました。 よりともこの上西門院のクロードをスタートにしてます。だからよりともが、あの、平時の乱で命をかったのはこの上細門院のおかげじゃないかと言われてます。で、この上西門院に仕えて、その関係もあって、上西門院、京都にずっとおって、で、よりまさと行動を共にしています。まあ、よりまさの息子が紀した仲のもとに、こうはか、はせ、はせ参じた関係で、彼は、 木津義中と行動を強いていますキスヨシナカと頼朝が対立する前に備中水島の戦い木津義中が兵士を討ちに行った備中水島の戦いですけども現在の倉敷市ですけどもそこで大乱の立連と戦って戦死していますこの義清を継うのは諸子かどうかという、まあ、一般にはこれはあの若く離れた諸子であって義陰が着手だというふうに見られてるんですけども まあ彼の場合、吉中に行っちゃったというのもあって、むしろ、この吉中に行った義清とその子孫たちが排除された結果、義金が足利の将を継いで、で、この義清とその子孫たちが外れていったんじゃないかという、そういう話もあって、まあ、なんとも難しいところなんです。で、この義清の息子が広沢義山ですね。 広沢義経というのは、神津の国、山田軍、広沢号広沢号を所領したことから、まあ、一般には広沢義経と呼ばれています。むしろッ田氏とのつながりが強く、スタートは。足利義,義氏が三河の守護になった結果、この義経の息子の実国は、額田軍の二騎号義末が額田軍の細川号のそれぞれ所領を得て、あの二月号ですね、二月とそれから細川。 さらに吉宗は初軍、高崎郷。この吉宗次男の三通詞が初軍の荒川郷それぞれ入部した結果、この吉清の孫の代に三河の国にこう小さな足利家の一門がちょぼ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 と広がっていって、これ一つの足利一門なんですね。で、このうち、まあ、最も有名なのはこの、えー、細川郷。 獲得した細川、あの細川氏姓、この子孫があれですね、慶長家などの細川家ですね。細川家については以前取り上げたので、まあ、日月を見てみますと、日月、この実国の、この日月号。ここへと日月氏は、日月頼明、え、吉永兄弟の時に。高尾寺に従って、侍と後藤に、まあ、幕府の住職を、歴任することになります。で、頼明は、特に、師直。 公認の執事になるなるど、まあ、大活躍してますでその子孫は伊勢や伊賀泉の守護などを一時的に減ますけども、まあ、結局最後は力持ちすぎて一時的に反感を食らって南北朝の中頃から急速に力を届れていって最終的に丹波と伊賀と伊勢のにそれぞれ所領を持つ3つの家になるとこのうち伊賀の五木氏は伊賀守護を世襲してます。ただし足利義の代の代年に あのされてますあのこの伊賀守護は猿月氏から離れて畠山市に行き、まあ、それ以降伊賀は守護があまり置かれなくなって最後伊賀総国一揆で猿、まあ、月氏は信楽の方に逃亡して大名所の猿月氏は、えー、滅亡してます伊勢丹波は在京して室町幕府の方向主的な形で、えー、活躍してましたが、まあ、あの室町幕府の衰えー、おと,れとともにこの猿築氏のも 姿を消していくと。駅の元部隊から姿を消していってしまったということになります。で、ヶ崎市、荒川市そいうのは、これは奉公集としての名前が見えます。ヶ崎市は後に徳崎市というふうに名前を変えています。で、それぞれの、えーまあ、三河の国、まあ、こちらは尾張の国なんで、三河の国の足利市の文法を見てますと、こういう感じになります。上野市えー細川 につき一荒川戸ヶ川戸崎今とだからまあこの付近に集中してるってことですね。まあこの辺はもう山の方になってますし三河の国の西部にまあ割合こう集中していると。それぞれがあのこういう上野細川、つき一色、戸ヶ崎え荒川、 今川キラといった種族がこう三河の国に散らばってるこれは足利義氏が三河の主語になったからですね、このところに、えー、大量に入部してきていると、えー、いうことになります。でちなみにあの足利氏の、えー、名字の文法を見てますと、三河の国の塊、まあ、これ他ですね、いっぱいあって、それからあの関東、足利、渋川、畠、えー、山で、ここに氏は、えー こういうふうに学っているということで、まあ、あので足利氏の所領自体は上総と、それからあの、えー、三河、鎌倉時代には上総と三河、それから上津家の一部と下津家の一部、まあ、下津家っていうのはなかなか、あの足利の将自体もなかなかややこしい状態でありまして、まあ、いろんな武士がひめてますけども、まあ、三河と上総に主語、まあ、基本的には三河に主語を持ち、えー、上総にも所、え、領、ー、を多く持っていて。 関東にもいくつか飛び地がぽちょ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 っとあるという、そういう感じですね。これは鎌倉時代の足利氏の、えー、所領になっています。基本的に関西の方にはほぼゆかりがありません。鎌倉時代前半、中盤あたりまでの足利氏との,あの外籍関係を見てみますと、えー、足利義康がここにおります。<laughs> この義康の性質というのは、 藤原の末則の嫡男の則、えー、忠の息子です。厚大宮寺。で、この娘は末則の養生となっています。で、末則の娘の由良御前と、義、え、朝、ー、が結婚して、この頼朝が生まれていると。だから、この義安と義朝っつうのは、まあ、こういう関係になっているわけですね。妻が、まあ、義理の姉妹同士であると。 えー、実際にはおばと名関係であるという関係になっています。従って、吉兼は頼朝のいとこにまあ当たると言っていいと。で、さらに、この政子の妹の違うインドの彼女と婚姻してるので、頼朝とえ二重にこう結ばれているという形で、まあ、足利市っうのはこういう形で、えー、頼朝と深い関係を持ったということで、このスタート、 辞書10円の内乱におけるスタートが非常にまあ良かったということが言えます。で、その後、一応まあ見ておきますと、ずっと北条氏を外籍にしていると。でも言てましたけど、うん、家氏と義明は、えー、名古屋友時の娘やったんで、拝着されていると。ちなみに、大河ドラマ、えー、北条時名では、 数字の元妻役を原田美恵子さんが演じていて、北条時折暗殺の黒幕であると、えー、いうことになってますね。で、それを、えー、告白あの最終の方で告白して、河野諸氏に殺されると、えー、いうことになってます。足利数字はあ悪い人やという,、えー、いうふうにあの、えー、言われるあの悪役のあ西芳徳馬さん、西芳徳馬さんがやってありました。 で、まあ、今度は、あの、ですね、鎌倉の13人で、足首義でも、まあ、当然出てくるでしょうが、違うイン殿とか、えー、政子はもう決まってますが、違うイン殿とかも出てきますけども、まあ、この辺、あの、鎌倉殿の13人、えー、どのように描かれるのかなというあたりは非常に楽しみであります。で、この足首義鐘まで一応見ておきましょうかね。足首義鐘。 1154年から1199年。だから、えー、あのこのあたり、足利氏はものすごくやっぱり短命ですね、なんか。パタパタパタとしますね。足利氏康も1157年に亡くなって、父親の創生によって、で逆に長生きのは新田家で新田義重の庇護を受けていると。八丈院のクロードなどをおす,すめ、早くから頼朝に従軍していると。ということで、八丈院のクロードであることと、えー、頼朝に早くから従軍しているっいうのを、 あの割合こう並べて考える影響があるようですけども、これどうなんですかね、八乗院のクロード、八乗院が持ち人のパトロンであったのは事実であって、八乗院には大量に、どっちが言ったら反清盛家の人間がずるずるずる集まっていたのは事実であり、平頼盛りりとかそういった人間との事実で これが、あの吉金が八条院の苦労であたつことでよりと頼朝との関係というのは、いかがのものかというか、まあ、関係あるのかな、関係ないのかな、あのちょっと八条院の本も、永井進先生井八条院の本も出てるんで、本当はあのちゃんと読まないといけない、そうあの今回八条院の話がそんなに重要だと思ってなかったんで、えー、読んでませんでがあのちょっと読んでみあの後でまた読み直してみ,読んでみます。つまり読まないといけない。まだ,あのまだ手に入れていない。 義金さんは頼朝早くから従軍してるのは八丈院のクロードであるということよりもこういう関係の方が大きいんじゃないかなとこの,あの要するにももともと義朝と深い関係があったと吉安がそういう関係もあって義金も早くから由良御前とか自分の母親の関係を通じてまあ早くから頼朝と,との関係を持っていたというふうに考えられるのは事実ですね頼朝がち一時治療国主であった上総の国の佐総介に任官する。 など頼朝が上総の国を治療国家していた時期、上総介の,の認可など、まあ、文様として、えー、活躍しています。で、さらにこの義金の妻に関してはあれです、ね、北条時政の娘であって、頼朝とのか、えー、関わりが二重になっているわけですね。ただ、これに関しては、ひる子伝説がありまして、下野の、えー、栃木県の万那寺とかには伝説が伝わっているそうです。えー、こののの性質が次女の持ってきた 水を飲んだら、あの、お腹がポコンと出て、妊娠したような体になってしまって、次女はそれを見て、あの、えー、時政娘の吉川垣の性質を、下野の国の足利忠綱。こちらは、あの、えー、いわゆる藤原瀬足利忠綱です。藤原瀬足利氏です。藤原瀬足利忠綱ずっと不儀三つしたんだと残言し、それを受けて、 1196年に、えー、彼女は自分の、えー、私,は私は今から死ぬから死んだら自分の,からあの私の体をチェックしなさいというふうに残して自害するとそしたら遺体から大量の昼が出てきて、まあ、足利しかねはこの次女を牛崎にしたとか、えー、処刑したとか次女は自害したとか、まあ、いろいろな話がありますけども、えー、その話があってこれほんまーかどうかなんてことはわからないわけですけども。 この時政の娘がいつ死んだかとかそういうところを含めても、まあんまり分からない、1196年言ったら、まあ、義陰も亡もなく死ぬ頃だなとか、そういうことしかまあ思わないわけですが、1196年にあの自害したと言われています。で、これがどの程度本当な,なかあのか、全く当時の同時代資料にはもちろんなく、こちらはあくまで伝承なんで、どこまで本当を示すのか分かりませんが、一応、足利正すなってどういう人物なのかとちょっと見ておきますと、まあ、せっかくどうせ足利なんですが、足利を見ておきますと、 足利忠綱っは1164年生まれですから若いですね。秀里流藤原氏です、こちらは。で、拠点は神津家の国なんですね。神津家の、えー、国を拠点として、この忠綱の,あの祖父にあたる家綱が足利の開発領として存在していたと。だからまあ神津家の拠点として下津家の国の足利付近に、えー、この開発の手を伸ばしていると。安楽住院寮になって 足利省のとというな,となりますだからまあ彼も、えー、名字を足利にするね。でだからこれを藤原製足利氏というふうに言うわけです。だから足利氏にはあのこの、えー、平安時代末期には藤原製足利氏とそれから源製足利氏の2つの足利氏がいたというこになります。藤原製足利氏は当然光津家の国を拠点としていてそこを中心にあのこの勢力を振るっていくその過程で 日田義重と対立することが多く家綱の息子の都市綱それから孫の田綱が持費等の挙兵に際しては今度は兵士型として参戦しています兵士型に参戦することで藤原製足利市の、えー、あの下助の国神戸の国における優位を図ろうとしたんでしょうね 茂とかは動きが鈍いし、足利義金なんかはもうさっさとゆるともについちゃったから、これ俺、兵士方についたら、これは一人勝ちやでと思って、実際一人勝ちになったんですが、それがちした結果、この足利一門の、この菱田里流藤原氏下野家における足利あの石田里流藤原氏の一門の中から浮き上がってしまったんですね。 日田里流藤原氏の、えー、権益は全部俺に収支させてくれと、この年綱が要求してで、それが一旦受け入れられるなど、まあ、これが秀里流藤原氏、下野の国の秀里流藤原氏の間で非常に大きな問題になって、一門の統制緩み、で、1183年によりともに滅ぼされるという、えー、綱は打たれて、忠綱は行方不明になっています。ただ、この忠綱に関してちょっと興味深い話があるのは、 1185年に無断任官して頼朝に罵倒されている人物がいっぱいおりますがその中の一人にまあ俺から一回裏切ってであの俺のところにこうあの許しをうこうて許されたその逆にお前兵衛の城に勝手に任官しやがるのが忠綱めというふうに言ってるのがあってあのこの経歴それからこの、えー、彼の関東のとこら見てこの兵衛の城忠綱っつうのは足利忠綱である可能性はあるわけですね。 だとしたら、最後は頼朝の家人として、一応、まあ、あの活躍していたと。あの、藤原瀬足利氏は、所流が、えー、まあ、例えば、佐野とか、戦国時代には、あの、神津の国で、足利長とあのところに一人で突,突入していって、殺されちゃったやつとかいましたね。そいつらも、この藤原瀬足利の一門の一人であります。 そういう人が実はおったらしいと、えー、いうことになりますね。源義国の時から、もう足からと名乗ってたわけですから当時、この名実はいつから名乗るか難しいですよね、自然問題は。ずっとまああの公式には彼らずっと源ですから。 吉国が足利式部の太夫というふうに言われてたとこの足利活の妙意と言っていいのかどうかとも問題もあったりして、なかなか難しいもんあります。パッとなかなか言えないかなという。これ、吉国の次の代で、足利と新田に分かれるんですよね。そうです。で、これ、どっちが着手かで、前、新田やったでしょ。<laughs> あの時もコメント欄に、新田の方が着形ちゃうんとか言う コメントが上がってましたが、<ー>都市で言えば新田の方が上なんですよね。新田の上ですね。だけど、<だ>着径は足利なかになるんですね。というのは結局、こういう母親ががっつり決まったら別ですが、あの足利と新田のような形で、国が最後、新田の方に行ってるように、こういう場合は結局、どちらが最後かつか。 かがでいうならば明らかに足利義哉さんの方があの兄の義重さんよりはうま,うまく立ち回ってますよねいろいろ。とはいいに接っこうかそうそうそう。方言、うん、ウンドで大活躍するとか。まずここで第一ラウンドで実は義重さんに対してリードを奪ってますよね足利さんは。で第二ラウンドで義重さんはまたチょンばやらかしますからね。<laughs> 新田義重と足利義康の段階で、足利義康が初めから上やというわけではない。まあ、無条件に上ではないが、義康さんがあの第一ラウンドで義重さんに判定が出してる感じかなと私は思ってます。これ荘園たくさん持ってますけど、どれが一番大事な荘園ですか、この神津の国八幡の将という、これが一番。 もともと一番古く思ったのはこれですよね。これはもうあの吉江から譲られてる。上野、うん、国八幡の省というのは親からもらって、うん、で足利の省と新田の省は吉江国の代で開発したわけですか。そうですねまず足利の省が開発されて、でその後日新田の省を開発途中に吉江国さんは亡くなると。 でその後、京都における活躍度合いで、足利義康の方が上になったと。うん、さっき、院の北面の5人の武士で出てきましたね。はい。これ、でも、鳥羽院って、やっぱり貴族たちに後を託すの違うんですかこ武士に後を託しますが。院の北面の武士の中から5人も選んでるわけです。貴族にももちろん工事を託してますが。 この5人は武士の中でということでそう,そうそうそう。その中に義朝と義康が入っていると。そうそう。あとは、ね、源光康までは、あと2人ちょっと忘れたはずが、あと2人のうち1人は忘れてあの、やっぱりこれは源さんやと思うが、あともう1人誰かはちょっと分かんない。<laughs> 源ばっかりですね。リサーチ不足ですが。うん、源、結局、伊勢平氏があのストック型と見られてましたからね。 最後は藤原宗子さんが決断して、後、うん、白河方に来たけど、最初はひょっとしたストック、うん、ああ、そっか。そうそう、最初はストック派に移行こうとしたから、鳥羽自身は多分伊勢兵士はあてにしてない。むしろ逆に伊勢兵士に対抗するためには、この、まあ、都付近で巨大な武力を持っている伊勢兵士に対抗するには、この河内源氏の。 義朝・義康と摂源氏の光安ら,らをとりあえず頼らんといかんと。河内源氏の場合はあのこのこ頃義朝も義康も所領が関東に偏ってるんで鳥羽とそれからあの美福門院は義朝は随分一生懸命切り崩してましたしね。で義朝を多分切り崩すと熱田大宮寺の関係で。 吉安さんも自動的についてくると。あ、この相向子ですからね。うん。一緒に動くだろうと。うん。この子をニッっ,って京都にいたんでしょニッタも京都にいたはずですよね。彼らは鳥羽院には食い込めなかったんですか、うん、なんかあんまり影がないですね。私も京都にいたこと忘れてましたわ。<laughs> 保険のランドも平時ランドも出てきませんね。そうなんですよ。何しとったんやろうと。うん この時点でアシカが、足利義康と新田義成だと、そんなに義康の方が圧倒的に、武力的に上やということもないんでしょう、まだ多分ないと思うし、どちらが着刑ということも、多分この方言の乱の前あたりでは、多分多分ぶ百1140年の安楽寺院寮の足利官所の下地識を獲得確保した段階では、多分ヨシ義康と義成の,の間に、多分差はないという気がするんですよね。 ニッタニッタって呼んでますけど源ですよね源、厳密は源義重、源義康。じゃあ源義重、ニッタ義重も保険のライン、平地のラインに一枚噛んでても不思議ではない不思議ではないかな <laughs> だけど出てこないんですねうん。もしかしたらその頃、所領経緯過ごしかったかもしれないからまあうろうろしてるうちに京都離れたる時には起こったかもしれないし 奉公の乱でチャンスをつかんだのは、吉安,吉安はもうあの完全にいいチャンスをつかんだはずですよね。友達は死んじゃったけど。そうですね、この人、なんで平治乱で出てこないのかと思ったら、亡くなっちゃってるんですね。そうなんですよ、<に>私も考えたらあの、いや、実は不思議で、なんで平時の乱で出てけんやろ思ったら、死んでたんか。 この人は1153年に鵜戸練に任官してるから足利義康、生きてて、もし京都にいたら、政治のに絡んできますよね巻き込まれて多分あの足利氏も滅ぼしたかもしれない。あ吉友義朝側にくっついてたのな、ねうん、くなったことが足利氏にとって、基地かわからないと生きてたらそうですね、これ絶対義朝と一緒にあの自爆してますよね、これ。 えと足利義兼の妻が正子の妹、はい、という話がありましたね。はいで。この人は自殺したんですかいや実、これもいいです。実際にはいつ死んだかも分かってない。1199年自害というふうに伝承にはあるけども、実際には義康の性質はあのいつ生まれていつ死んでというのは分からない。足利義兼の後継ぎというのは 政子の妹が産んだ産んでます。はい。義氏ですね。じゃあそういう怪しげな伝説伝承があるけれども政子の妹というのが義金の妻として着手の義氏さんを産ん,で、うん、産んでるわけですね。そうですねで。あとはずっと特宗家から妻を迎えてちゃんと返金も受けてるわけですね。そうなってますね。これだけ食い込んでるのに 足かかってあの鎌倉時代のいろんな下月騒動とか事件が起きるときにあんまり登場しないですね登場しないですねうまく逃げてるというか巻き込まれないですねあの法治合戦とかこの名古屋智時の乱とか名古屋時明の乱とか名古屋乗時の乱とかまあいろいろあるけれども東の乱とか何にも出てこないですね 何にも出てこないで突然最後に足かかがうじがって出てくるんですね。そうなんですよ。<laughs> ケース見ればね、鎌倉幕府の中枢部に居るやんかと。居るんやけども何も巻き込まれない。貯蔵術がよっぽどうまかったのか、それとも何もやってなかったのか。うん、<laughs> かの子孫 この人はまあ前も見たんですけども、えー、吉住さんは所長氏で、えー、吉重に養育されており、吉重の孫と婚姻して、一番と産んでますが、うん、後に畠山を重ただしつつ、娘説もあって、娘の立場としてもいます。と婚姻して、畑山康國を設けているということで、畑山氏はここからスタートしてますね。で、桃の井義助、吉金の次男にあたります。名字は群馬県の桃の井号から言ってます。 でこの桃の以後に桃の井城を作ったことから桃野義付という,のあのいうふうに言われています。上級の乱で活躍したんですけども、宇治川の河川で戦死してしまってます。まあ、その結果、義経が桃の以後の地頭になっており、この子孫の,の桃の氏、畠、まあ、山はもう以前、えー、あったんでパスしますと、桃井氏は南北両朝に分裂して戦い合うということで、結局、桃の氏まあ桃の以後、まあの地頭になってますけども、そんなに大きく発展せず、 南北領朝の南朝にも北朝にもついて、でえーまあ、有名な武家方のものに忠常、ね、忠信兄弟が忠義方として活躍しています。で越中守護になるんですけども、忠、ま、義、あ、方についた都合で、この観音の乗乱によって、まあ、あの衰退してしまうと、えー、いうことになります。で、義氏ですけども、足利義氏、義金の三なんですね。兄二人は先ほど見てきた、えー、吉住と義助です。 足利さんなんで、母が北条氏出身のために家督を継承しています、えー。上級の欄で三河の国の守護職を、えー、ゲットして、まあ、この義氏の時に、足利一門が三河の国に、まあ、散らばっていくと。性質は北条氏時の娘で、家督は性質所詮の安鈴に継承されています。性質はと書きましたのは、例のパターンで、えー、性質ではない足利長氏、吉氏の所長氏になります。 三河の国の吉良章を、えー、領有し、1228年には頼常の随意表として、まあ、姿が見えます。で、1241年の大盤を最後に記録に見えずに、おそらくこの頃だから吉良章に、えー、下ったかと考えられます。下月騒動で全く無関係があったら、まあこういうことも起こってますね。えー、越前の守護にまで、きらみ通じてはすごくて、おそらく才能、えー、評価されたのか。 この足利市の所流で唯一守護になってるんですね。越前の守護。越前つうのは、これ実は、あの、特装にとっては、かくっと書けたピースであって、実はこの猛古襲来前後、モンゴル襲来前後あたりのこの守護石の集積によって、基本的に陸奥ではから越後、越後国として越後、それから越中から能登、 加賀、若さと守護式を取るんですけども越前がポコッと抜けていてまあこれ結局越前の港が越前最大の港である三国港がまあ大乗院の所領であってまああんまりうまみもなかったことも原因なんでしょうけども逆にそこが エアポケットになってしもて、この越前の国のあたりでよく海賊騒ぎとか、寄り船騒ぎが起こってます、寄せ船騒ぎが起こ,起こってますが、この三通寺の、えー、おそらくそういう関係で北条氏に、 協力的な人間をつけたんだろうなと思いますが、えー、下月騒動で連座して、あの三辻は死んでます。えー、結局、中氏も今川の将に隠居し、今川の将を次男の国氏に譲っており、この三寺の息子を養子にして、平野将を譲ってます。だから子孫は三河氏と今川氏になってますね。あの三河輝、今川とも、えーまあ、取り上げてますね。足利嗣は吉氏の、えー、三男と言われてますが、クエスチョンマンがついてます。 欧州貴屋氏は後にあのちに欧州官令となったんですが、まあ、すぐにだめになってあの武蔵の国に行って武蔵貴屋氏でこれはあの鎌倉蜘蛛のえ家臣となって、えー、そこから御北条氏に組み込まれて最後は牧田氏というあのえ後継旗本になってますで足利安氏ですけども安氏は義氏の字なんですね 外祖父安時ののを受けて原してしますこの足利が一つ大きな波乱が起こすと言ったらこの時期ですね。年に聖室がししましたこの聖室というのは時生人の娘ですね。1251年に無断出家を起こという事件を起こし下総の国の羽生の将を没収、えー、足利の将に隠居してます。でただこの時見たら分かりますが義父様で生きてるんですよね。 結局、義氏に全部の足利氏の、この羽生の書というのは安、安氏が配慮したもんであって、義氏は関係なかったんで、まあ、あの安氏が自ら確保,確保したこの羽生の書が募集されて、で、それまでの足利氏のものは、吉氏にちゃんと安堵されてますから、まあ、そういう意味では、安利氏自体はこの安氏の自由出家によって、無断出家,ママ出家、自由出家、まま出家とも言われますがあの、えー、無断出家によって、 打撃を受けたというふうに言われますけれども、あ言うほどの打撃は実は受けていない。で、安藤の性質はちょっとややこしくて、当初は名古屋友時の娘であって、後に北条時生の娘も生室でいます。で、この1200年で亡くなったっていうのは、この人ですね。この人が亡くなってます。性質が2人おったわけですが、足利家氏さんは、この名古屋友時の娘として生まれたために、当初は着手ったたいですね。ただ、あの後にこの時生の娘が、 入ってきたために家ささんは着されますで安氏の死後頼氏も拝殿しちゃうんでその後足利市の長老として活躍してあの将軍家の愚部上洛する予定があった時ですねあの宗隆親王が。この時にあの北条氏の重鎮5人の後に6番目としてついていてで7番目には あの北条氏の所類の北条成時がありますから、この北条成時よりは前に置かれるぐらいの重要な人物として記載されているわけですね。で、この家は足利が終わりの神家となり、えー、室町では芝氏になります。で足利が金氏、後に吉明の名前を書いてますが、安井の字なんで、これも友時娘の子です。渋川の書を領有して渋川氏をなです、ねで、渋川氏は一度ありましたけども、九州短大、それからあの、えー、鎌倉久方、堀越久方、 などの悲観となって、堀越憲法の悲観の方は、まあ、結局衰退していきますが、まあ、九州誕生は割合、えー、しぶとく残ります。足利頼氏と弟ですけれども、足利頼氏さんは、えー、安氏の三ん,んですね。署名は年氏といいます。で、1256年8月11日に北条時頼の諸子の諸、えー、長子の北樹丸に、 返旗を与えててまます。す。この、えー、丸は時と,しとなってますただその2週間後には名前を由隆寺に改名していると結局これはおそらく足利氏の安氏の三男として着手であるということを示すために時折の返記を受けて多分由隆寺なんだろうというふうに考えられていますちなみにこの時とては後の、えー、時助ですね このヨリウジは弓矢に,に優れている藪染めでも活躍してますが病弱だったようで1261年には健康のために行事に対してその姿を見せないので、まあ、い,つ死んだいつ死んだかいつ死去したかについてはいろいろ議論はあるんですが1261年から離れてない時期に亡くなったんだろうと現在では考えられています。彼の場合もう一つポイントは 北条時守娘を正室としたんですけども、あのこれ2つ言えますね。まず、特捜家じゃなくなったんやなと。正室の相手が特捜家ではなくなったんだなと。だからまあ、足利家の地位はこの頃ちょっとてあの低下していったのかなと。子供は生まれなずに。結局、側室の上杉重二娘との間の家時が継承することになります。この足利家時っていうのは、吉氏家時、それから高氏。 この3人が北条氏を外籍としていない足利家当主になります一道より餅ですね安宇寺のことも安宇寺の兄のことも言われており、えー、よくわかってません石堂の由来も不明です 石堂氏に関しては、石戸義房がえ欧州総大将にえなっており、息子とみられる石戸義元が欧州官僚を実証しています。これは、まあ、ただ冬から任命されたんじゃないかと言われています。まあ、基本的にこの石堂家は忠義派として活躍しているということは、観音の上乱以降衰退してしまったと,いう,ということが言えます。それからこの頼氏の弟、安,安氏の息子の時に、この一式更新。 君深とも呼ばれますけれども彼には宮内教理士というの別名があることから見て出家名、法名と見た方がいいかと思います。一式行進。えー、安藤の七難と言われています、えー。三河の国初軍の一式号を名字の地としております。これも三河の国に散らばって三河の国の小さな場所を名字の地とする足利の,の一門であって、まあ、一式行進さんは下総の最後は下総の国葛飾軍の田宮、えー、の将。 コーデに移住してます一色市はだからあの三河一色市とそれからこの関東一色市に分かれていきますね。でこのコーデの方それからあとはあの、まあ、実は結構一色ってあのこの前ちょっとお話ししましたけど一色市の末裔の方とあのお話ししたんですけど結構バラバラっとことばらけていって宇和島にも、えー、宇和島かな、えー、の方にも、えー、分岐があったみたいですね。 上野義弁、これも上野立志と言われてますね。えー、三河の国、上野将です。この上野氏は奉公者、孟子議衆などを務、まあ、めてます。それから小俣憲法、子孫は奉公州、過去も当時、子孫は奉公州と、まああの。この辺は足利の将を地名しています。この小俣とか過去は。で、えー、この辺は三河の国の、えー、地名と。 いうことで、まあ、この安藤の息子の代でものすごく分かれてますね。芝とか渋川、一色、石堂、それから、まあえー、上野、小俣、加古というあたりが分教しています。鎌倉時代後半の足利氏と北条氏の関係になります。ここれあの、えー、いわゆる時時流ですね、えー、この時森いうのは この時房流の中でも佐助流という家です。実は割合早くに没落します。で、この時房流はこの友直の子孫がおさらぎ流として繁栄します。で、この間に子供はれなかったんで、上杉重房の娘との間もれたこの家時さんが後を継いでます。北条時持さんの間に育ううじ。 高吉さんは、まあ、あの金沢こちら極楽寺ですねちなみにこの極楽寺流今ちょっとあのえ実は見直していたんですけども大河ドラマ「えー、北条時宗」では、えー、この長時をこの長時を川崎麻世さんがこの時重を羽賀賢治さんがこの吉宗を宮迫宏之さんがそれぞれ演じていて。 あ結構大変だなと極楽寺流大変だなと思いました。えー、別に極楽寺流に強い意味があるわけじゃなくて、えー、あくまで別に川崎真由さんも週刊誌で話題になったぐらいで別にあの法に触れることはしてないんですけどもこの時持さんの矢賀賢さんは現在も受刑者だったかな。でまあやっぱり高氏は、えー、極楽寺流赤橋系から、えー、とあの入ってます。 足利が安でしたね無断出家したっていう。はい、無断出家って誰に断ればいいんですか幕府に届けてるんですねで。出家するということはもう政治の世界から足を洗うということこの場合そうなります。で、あの勝手に出家されると結局あの幕府の、えー、そういうこれなんか。 泰時が亡くなるときに、俺に順次で出家する、勝手に出家したら、幕府、幕政混乱するから、あの勝手に出家すんないうて言うたのがあれなかったかな、なんかそんな記憶があるんですけども、鎌倉幕府が出家、無断出家を禁止するつうがうるさいのは事情、事情は分かってないんですよ。なんで彼が出家しようと思ったかという事情は分かってないわけですか、うん 分かってないですちなみにこの1247年は法事合戦があった年ですね、その直前に性質を失っていて。まだでもそんな年じゃないですよね。若いです、まだあの親父も生きてるし。で、安藤さんの,時のえっ、ー、の性質が2人いて、最初の方の性質の方の子供が家氏さんと金氏さんって、ここが芝と渋川になるんですね、こそうですねはい 名古屋友時の娘だと、これは家の格としては性実で、これ、さえことは言えないんですかね。土下寺の娘と安寺が結婚しなければ、れ家内さんが着手でもよかったわけですかよかったわけです問題なかったです。まあ、友時さんはちょっと、あの、やらかした後ですから大丈夫ですよね。あのこの人やらかしてるんですよ。あの三重友さんの時に。 確か泰時はなくてこの友時が後継者になるんじゃないかなとで名古屋っていうのは結局時政の,あの屋敷ですからね名古屋を持ってるっうことは要するにまあこれ後継者やったんじゃねえのと言われてますねただあの実朝の次女にラブレーター出しちゃったんですねで実朝を切れさせたと所長氏というか尺氏の兄貴が分家立ててるの結構ありますけど 家藤さんや金藤さんはこれは所長氏じゃないんですね。諸氏じゃないと。金藤さんだったらもう諸氏かな。あんまな次男ですからね。うん、家藤さんはこれはもう所長氏とは言わないんですね。所長氏とはちょっと言いにくいですね。だからこの柴氏は、足利が終わりの神家は、足利家がけとど独立したような権威を持ってたわけですね、長い間。 鎌倉時代においてはこの足利終わりの神家は足利側の乗っての足利宗家とこう並び立つでそのプライドというか格の高さが後に慣例なんかならへんでと、うん、いうところで表れてくるんですねそうですね芝本宗家はあの自らのことを芝まると呼ん,、ね、んでいりませんねあれ長い間風の光寺家とかいうふうにあ,あれは武衛家とか の門とか言われますね北条から来た正室との間に子供が生まれないときは、上杉から来た側室の子供が着手として家を継ぐと。これ、うろろがされてるというよりはあの、たまたまなんでしょうね、この上杉、重房、上杉家からこう2代にわたって側室に入ってるのは。 一個飛ばしてますが、まあ、あの、雨竜寺の側室と、セダウジの側室が上杉っつうのは。これ何なんだろうな。やっぱり足利にくってことやらないのか。上杉は。新能にくっついて京都が来たんでしたよね。上杉。そうです。一応、過剰時流の下級貴族ですよね。<laughs> 一応、くっついてるね。なんか微妙なところで、で貧乏くじ引きまくりの <laughs>、あの、やつやったな気がしますが。うん 最後にずっと負け馬というかあの貧乏くじばっかり引き続けて最後に当たりくじ引いた。で足利は上杉から側室を迎えるというそういうルールがあったわけじゃわ、ね、からないです。上杉重房が下校,下校してきてで頼氏がたまたまあれでまあその関係で上杉との関係は深まってということが考えられますから。 正室は法上から迎えるというのは、これはもう、これはルールです、ね、そうなってるんですね。もう完全にそうですね。全員、多分ん、正室は法上から迎えてますね。しかも最初は特捜やったんけども、そのうちにあの文家から迎えるようになってますね。佐助流から迎えて、うん、あの次に極楽寺流から迎えて。 極楽寺流から迎えて、金沢流から迎えて、また極楽寺流から迎えているとで。こちらはあのちなみに時はけですね。で、これが赤橋と。もっとも時折以降、女の子産んでないんじゃないかな。そうか、そもそも特捜家、子供すら苦労してますからね、あれ。 あんまり子供が生まれないんですかうん。あ俺短命でしたよね特装系って時宇治以降短命になりますね時宇治の娘まではいるけどもあともしかしたら娘は嫁に出する娘なんかおれへんという <laughs> なんかもしれません穴ち別にアシカがなんかもう特装系出したらへんとか考えたら特装系に娘っておったかいなと <laughs> 勇気が増してきた 責任者ががいなかった可能性があるとうん。これはまたちょっと北条氏やってみないでいいかなと <laughs>。鎌倉殿の13人。来年鎌倉なんですね。そうですね、うん。やっぱり大河ドラマは人気があるんですね。まあそれになるとやっぱりあれでしょうね。<laughs> 狙代目かなと <laughs>。お畑先生のね。 はい、YouTube のチキリンが来るに合わせて大和田先生がしゃべるともうすごい再生回数になるんやなと。ああ<ー>、うん、まあ2つあります,いりますね大河ドラマと大和田先生。私が多分あのキリンが来るに合わせて光秀しゃべってもあんまり <laughs> 再生回数上がねえだろうなみたいなあ。監修されてたんでしたっけそう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 。 でまたあのい「どうする家康」の監修が小和田先生とな今度は平山勝先生が時代考証をやらはるんで。あ<の><う>武田の研究で有名な。そうそうそう。足利家時さんですが足利家時さん、頼氏と上杉志弘さん娘で生まれてますが、名前にちょっと特徴ありますね、家時さんは。<laughs> 何氏じゃなくて家時。 この家時の時に関しては、変気じゃないかと言われてます。まあ、あの、ただ変気やったら普通はこのこっち、こっちにつけるんじゃないかと思うんですけどこちらに時をつけてると。で、これ、変気に関して、あの、よく言われるのは、動画のコメント欄であったかな、変気って普通は上じゃねえのかと。まあ、普通上なんですよ。ただ、あの、下のケースもあるんですよ。の室町時代に下つのはほとんどないですが、鎌倉時代時々下に来ることはあって、まあ、代表的なのは、 明らかにこの人から返金をもらっている時折さんとか、もうどう考えてもこいつから、えー、こいつがえぼうしやなんだからこいつから名前もらってるよね、時宗とかあの、そういう例あるんで、まあ、家時の時が下にあるから、えー、返金じゃないんだというのは想計なんだが、問題は家時の時を返金というふうに言うていいのかどうかという話ですよね。 この家時という人物が確かにものすごい厚遇されてたのは事実なんです。なんか家時言うたらあの自殺しちゃった、圧迫されて自殺しちゃった、まあかわいそうに、ああかわいそうにと、えー、いう風な話になってますけども、えー、実際には17歳で足利式部の大部と17歳で、任官し、1282年、えー、ですから22歳ですね、あの数え23歳の時に、伊予の神に任官しているとことで。 国主に任官する、それも二20歳前半で国主に任官っつうのは、これは破格の待遇なんですね。で、こういうふうに、まあ、むしろ家時さんは鎌倉幕府の中で破格の待遇を受けながら1280年に自害しています。 この文伝説の関係で自分が天下を取れないのは悲しんであの俺は源義英子が7代後に生まれ変わって天下を取ると言うたのに俺7代目なのに天下取れへんから俺が死んで3代後にあの天下を取るようになるぞというふうに言うて自害したという話がありますがそれは置いといて。 え問題は、この、それまで、まあ私も割合最近まで、これそ、あのすっかり信じ込んでたんですけども、下月騒動に連座したという話があるんですね。下、えー、月騒動に連座して死んだと私も割合、あの最近つうか、まあ,あ、正直に言うと、今日の昼頃まで思っていて、全く疑っ,てなかったようになかったんですが、えー、今日改めてウィキペディア見てみたら、違うじゃんと。えー、どうも、1280に死んでるんじゃんということで。 この辺は自分のリサーチ、まだまだ足りてないなと。まあ、で、1280年に、えー、自害してるということは、下月騒動が1285年ですから、下月騒動の前に死んではるんですね、これ。ってことは、下月騒動に連載してるわけがないんですね。で、北条足利からの圧迫があったのか、ということで言うならば、佐助と菊國が、 あの佐助時国通つうのはですね、この佐助、えー、時森の、えー、息子に当たりますが、その佐助時国が、あのーまあ、この人、北条時,時宗が亡くなった時に、六カタだやったんですけども、そこから鎌倉に上ってきて、確か鎌倉入りを拒否されて、京都に帰された挙げ句、失脚してしまったと、えー、いう、それに連載したんじゃないかと言ってるのは、あの本郷先生ですね。 鎌倉時代に関して頑張ってほしい本郷先生ですね。で、最近言われてるのはこちらですね。足立安達安盛の源氏将軍復帰の動きにまあ抗議してといいますか、危機感を覚えて北条時宗に準じて死んだという見方も出されており、足立安達安盛の下で源氏将軍を復帰させようと。まあ、安森が狙ったのは足利家時ではなくて、これ安。 をにあの彼はあの親戚降下させて源のコレアスを名乗らせたでねで源のコレアスのも、えー、で、足立安達康盛があの、まあ、将軍を実質化しようと、まあ、この足立安達康盛は、まあ、近年ではあの武家一党の、えー、幕府の力を強めて、対外危機の中で武家一党のそういう政権を作ろうとしていたと。 でその、えー、主犯がこの源の凝り合わせって、源氏将軍の不活。これ危険だと、これも巻き込まれるかもしれないと思った家時は自ら自害することで、北条氏にま忠誠を誓うというふうな意見が出せる。まあ、北条時宗がどうこの問題についてどう考えたかとのは微妙なんですけれども、ただその後の、えー、この和立康盛の下月騒動の動きを見てみると、北条氏の多数派は、 えー、安森の動きに反対で、結局この、えー、この源のコリアスをコリア安親王に、えー、して、親、ま、王、あ、将軍にと、これ、このコリア安親王を追放するための、えー、書いてあったと、私はちょっとうがちすぎかなと、えー、思ってます。で家時の置文伝説ですけれども、まあ、南太平記に、えー、これ、紹介されたんですね。南太平記に言うと、高氏忠義兄弟や今川領主は見たというふうに、今川領主は主張しています。 一応こ,うの諸これに関してなんですが、まあ、この南太平域でこの、えー、高氏や忠義あるいは今川領主がこれを見たと耐えてるんですがこれを見て足利高氏とは天下を取ることを誓ったというような話になってますがこれは嘘であって南太平域を見ても高氏や忠義がこれを見た時は剣武の政権が終わって。 十数年経ってるという時代であると。いうことで、これは違うだろうということになります。で、これに関しては近年言われてるのは、要するに原氏着流工作、あの足利菓は原氏着流であったという、そういう話を一生懸命作ろうとしている。足利菓のは原氏の着流なんだと。源義英の流れを引く原、えー、氏の着流であると。そういう工作の一環として、 源義家の置文と足利家時のお置文が偽作されたんじゃないかというふうにまあ見られています。で、足利貞氏、足利孝氏ですけれども、足利貞氏は足利家時と北条時持ち娘の間に生まれてます。で、生まれて翌年に父が自害しているということになりますね。 源氏将軍大暴論がこの家時事外の背景にもありますが要するにこの源氏将軍大暴論というのは足利氏にとっては非常に危険なんですね自分がまた将軍に祭り上げられた時祭り上げられて無本勢力にかつかつ担ぎ上げられる危険性を考えれば法上氏にとっても足利氏にとっても危機であるとそういう中法上をされた時は 忠氏を現実着流として扱うようになったというふうに言われています。で、それとの引き換えに特捜政権への忠義を尽くすと。で、これに関しては人獣、忍のそういうことで忍従しながら一生懸命北条氏特捜権に特捜政権へ忠義を、えーまあ、苦渋の判断でやってたというふうに見られがちなんですけど、いや最近の研究では、忠氏にそんな。 いつか俺は源氏のトップなんだから、いつか天下を取ってやるなんてことは多分考えてない。むしろ足利佐藤にとっての関心事は、北条氏にうまく法を取り入れることによって地位獲得と。要するに、ま、人間が必ずナンバーワンになりたいというふうに考えるのは、それはあ,のあなたがそう,そういうタイプだからでしょということで。まあ、私も分かりますよね。私もワンナンバーワンになりたくないタイプだから分かりますけども、要するに、佐田氏、私が例えば佐藤氏の立場やったら、 美味しいいしとところを手に入れたなというだよね要するに特捜政権に忠義を尽くすことによって特捜家に次ぐ価格を獲得しいやそれやったらもう喜んで尻尾振りますよみたいなところは私だったら多分そっちに行きますね別に天下取ろうなんてことは全く思わないのでいい価格を獲得して、まあ、北条氏に忠義を尽くしてればまあ問題間違いないだろうと性質室北条明時娘との間に長嫡男の孝義が生誕した 千三百一年に高田家の出家に順次て、出家したとみられています。で、千三百十年頃には高尾氏に家督の継承を行っていますが、千三百十七年、高尾氏が死んだことによって、家督に復帰しています。で、菅生氏の死んだ後に、高尾氏は家督を継承していて、これ、あの、あれですよね。高尾氏の家名を継ぐのは、三郎、名乗らんですね、又太郎なんですね。で 足利市着難は代々三郎を名乗って、まあ典型的なのは家氏の家名なんですよ。最初彼は三郎なんですよ。足利三郎なんですよ、家氏は。ところが、頼氏が後を継ぐと太郎に変れるね。典型的なんです、そこ,こは。どうも足利家の場合は三郎が嫡男の家名であったと。高氏は又太郎だったと。いうことですね。だから高氏の維持の成長を待っていて、 で,でも、菅氏は死んだ段階で、まだ高氏の維持は、えー、まだ小さかったんで、結局、高氏が党通過ざるを得なかったということになるんじゃないかなというふうな話が出てます。で足利高義ですけども、足利高義は、源氏の通じのよしをつけてます。これについては何、何氏さんじゃなくて、善になったのは、えー、足利氏が源氏の着類になったことを認定あの、北条氏から認定されて、で北条高時の一時と、えー、それまでの氏ではなく、 よしをつけたと。で、このよしが、さらに、日程をすにも、渡っている。日程すら変形体だと言われています。日田氏も足利市一門、足利一門であるという。そういう考え方からすれば。特に、この日程を主がやらかして以降、日田氏は、な、もう一つ、うまくいかずに、結局、足利一門の中に組み入れられていたと。と、えー、いうことで、まあ、日程をすの頃には、もう完全に足利一門であったと。 いうことですねただあの将来は職望され明日浜の神に認可するなど将来非常に期待されたんですが1317年に亡くなってます数え21歳ですねで、子息に秋の神という人間がおったですねで、彼も1336年に王子で戦死しているようです 結局、高吉の子孫はまあそこで残らないあと、あの女の子が2人いて、えー、その辺は足利一門に嫁いで、一応高吉の血統は残っていると、えー、いうことになります。家時の置き踏という有名な話ですね。有名な話ですね。はい、あるんですか置き踏というのは。現物はないでしょう。南太平家の中で俺が見たと言ってるだけなんで。見たと言ってる人がいると。それから南兵器に 俺は見たと書いてある。<laughs> 今川良春が、俺は見たと。南大平器を書いた人が俺は見たでと。うん、とそれは、嘘そ本当か分かんないわけですね。そうなんですよ。で、あの高寺忠義兄弟が見たというふうに良春さんは言っている。<laughs> 高寺忠義本人が俺は見たとは言ってない。そうなんです。話はでも南大平気です。 今川両親がそう言ってると。高氏も見たと。うん。高氏正志し団を見てものすごく感動して私もその時あのそばに行ってめっちゃあの厳かな気分になりましたよ。私も見ましたからねと言ってるんだけどもその時両親子供だろみたいな。<laughs> 君まだ子供だよね。十何歳の子供だよね。ま、仮に今、今川両親の言ってることが本当だとして。 高尾寺忠義が見たのは。幕滅亡、鎌倉幕滅亡です。あ、そうなんですか。おかしいです。だからいろいろ矛盾が出てくる。家をついた時に。まあ、おきぐみを見て。身が引き締まった、思いがするとか、なんとか言って、コくックで <laughs> 読んだことがあるような。 小説とかではそう,いうふうに書いてありますが、南太平器ではどうもあの見たのはだいぶ後で。このき踏みを見て、倒幕を決意したというわけではないと。うんすそ。それはない絶対ないそれはないと。<laughs> それはもうたぶん後からどん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 おひりはひりがついていった結果だろうと。安達康盛の源氏将軍ですが、はい、これは将軍を強化しようとしてるんですか、安達康盛は。 まあ将軍に権威あの単なる権威だけじゃなくて部門の棟梁としての要するに飾り物じゃなくて部門の棟梁としての,あの象徴将軍制ではなくてまあ主権者としての将軍という感じですかねそうするとやっぱり源氏やと、うん、でも源氏のあのいわゆる頼朝系の子孫いないんでしょ誰も。こ,この段階で残っ ってるのは源の範頼の子孫は残ってます。あの、いわゆの国のよし、ミシッツのが範頼の子孫と言われてます。頼朝の子孫は残ってません。で鎌倉にいる大物としては足利がいる。うん、足利を将軍に担ぎ出そうというわけです。いあの、安盛りの場合は、この源氏将軍っつうのは。あの、要するに皇族将軍ではなくて、是康を源の是康にする。 だから、後坂源氏。親王を親戚降下させて、うん、新たな源を作ろうというわけ。そうなんです。だから、あの、これやす。親王は、あの、これやす王は。千二百八あの、まだ時宗存命中に、彼は親戚降下して、源。なんと源のこれやす。で、中南軍やったかな、三元とか、なんかの官職についてます。親戚降下した状態で。 将将軍軍ににななれればこはるんで,す、ね、であのこれ安は先に将軍宣言を受けた後で申請行為が違うんですよだから数年間あの鎌倉幕府の将軍は源のこれやつですね親王、まあ、将軍ではなくてそう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 いうやり方に抗議したと、うん、いうふうに言われてると何が可能ですか親王将軍北条氏 の自家実験という形であるべきだと、要するに将軍権力の強化、それを通じての武家一党というものに対する反発が、まあ、北条氏内部にもかなりあったと足利家時は、源氏じゃなくて北条氏の方に忠誠を誓おうとしているわけですそういうふういふな見,方見立てです。 それが今川領主の軟体壁で全く180度方向を変えられてしまった足利家時は将軍になるどころか、うん、北条氏のもとでいい地位につ,ついていれ,ればいいと思ってたのを、うん、今川領主が北条氏の支配おかしいと、はい、打倒北条氏打倒鎌倉幕府というふうに変えてしまったと、うん、<laughs> なるほど。 で自殺したのは確かなんですね、この人まあ確かなんですよ。これはもう確かめられるみたいです。実だ、自殺の原因がよくわかんないんです、まあいろんな意見が出てくるわけですね。ただ、あの下月騒動に連座した話はない。まだあの下月騒動起こってない。時宗の死んだ直後に死んでるんで、うん、自害してるんで、巡視の可能性は高いですよね。巡視はわかります。足立安達康盛のやり方に抗議と。うん 北条徳森のというこれは因果関係があるんですかちょっと難しいでけども要するに、まあ、時宗が死んだ段階でこの北条氏に、えー、自分はあくまで付き従うと足立康守にはついていかないと時宗と康守の関係というのはちょっと不透明なんですよねあのこの足立安達安守のいわゆるこの公安特性というものはあの将軍の実質化をこう、えーまあ、目指す動きであると。 それからまあもう一つは全国の武士を御家人にこう御家人を広の範囲をこう重きを押し広げていくものであると、まあ、そういうふうにまあ見られてるわけですけどもこの法案特性は時宗がどうしたかどうかはまたよ,よく分かんないしこの敵際の良さから見たら時宗が生存中からこう押し進められたんで時宗自身は剛さんを出したかもしれないが北条市内部の反発は強かった。 まあ平らな頼綱がいろいろやってますけども頼綱一人では多分動けないんだってど頼綱は中止になって動いた後はいい以上そらく北条時村とか北条えこれ時あの信時とかそういうまああの一門の長老たちの北条一門の長老たちの多分バックアップというか指示を受けて動いてるんだろうなと。高校の教科書的にはね 有力御家人、足達康盛と身内人の平頼綱の争いだって書いてありますけどね。うん、あの当時の北条時宗政権が平頼綱の特捜身内人と外籍足達康盛の日本柱とのは事実ですかね。で、そこに北条家のグループ、これも一枚じゃないですね。例えば近は 一門とか極楽寺一門は割合足安達康盛に近かったと言われてますし逆にあのおさらぎとか政村流はどっちか言ったら平野の立に近かったと言われてますし特捜部は時宗が亡くなってその次の特捜というのはその時ですね、まだ14歳じゃあ彼にはリーダーシップは発揮できないですね。うん だからあのあの議論があるのはこの安森の,の公安特性の対象が北条沙の時なのか源のコリアスなのかも議論がある国家の統治者としての自覚を求めて規則をこうこういったあのことを守らなきゃならないということを言ってるんだけどもそれの対象が誰なのかとそういう中で足利家がそうや本来将軍は源氏やと。 うん、これは源氏やと。足利に将軍をよくせと。そういう動きは全くないと。そういう動きにはならない。それは足利にとは危険すぎるんですよね、結局。この北条氏のもで源氏将軍、まあ、結果的に高尾氏が源氏将軍復活させちゃったからね、<laughs> なんとなくあのなんか世の中流れるのはそう気に向かってるのかなと思うんですあの。思われがちなんですが、まあ、ああいうのをいきなり言っちゃったというの。この 鎌倉幕府はこんんだけで滅びるななてて多分思ってない誰も鎌倉幕府が現在の時代に将軍などを望むと足利氏にとっては大変な事態が生じる可能性があったと、うん、そんなことはしない、うん、そんなこと巻き込まれたくない例えば足立安森の現氏将軍復帰の動きにこう安直に加担すると足利自体が滅びちゃうんですね 捜家からあのい,い,いらぬ、だからまあ、家ときとしても別にあの、死んでやるわというか、あのうん、俺、ここで死なんとまずいよねと思ったかもしれませんね。俺、ここで死んで、死んで、この動受け止めないと、俺、気がついたら、謀反の,の中心人物に祭り上げられてるかもしれないよと。確かに危ないですね危ないですね。 時宗が死んだ後のこの不安定な動きの中でど,どう転ぶかわからない、うん、安森が自分を担ぎ出しに来たらこれあの下手したら自分終わってるかもしれないわけでじゃあ今日は高吉まではいで新田義さんの吉というのは高吉からもらったんですかどうもそういう説,説になりつつありますねというのはあの親父友氏で あのじいさん元氏で、あのひいじいさん正氏なんですよ。まあ、ひいひいじいさんが正義やけども、的、うん、にだから、あの新田家も何氏さんなんですね。返金をもらったということは、足利忠氏の方が上やということですよね。そうすなりまね来週はいよいよ、高氏忠義。忠義近い足利忠氏ということで。はい